はい、おはようございます。8月5日、朝6時の相場解説になります。折り返しの方はですね、2時半にも相場解説をお送りしますので、そちらと合わせてご覧いただきたいと思います。今ご覧いただいているのがあ、実はですね、ウィークリーなんですよね。ウィークリーで気になるところなんですが、あこの転換を出した一番上から数えて、2つ目の陰線、そして今ね、3つ目の陰線が確定しようとしてますけども、この3つ目の陰線が、 今後の下落に関わってくるつまりはあサンバガラスを作るのかそれともですねサンバガラス以外にもヘッドアンショルダーを作る要素にもなってくるわけですよねこう着てこんな感じですよねヘッドショルダーも作るかもしれませんえただこのサンバガラスをここと同じように否定してさらなる上昇を求めていくような まあそんなね予兆は見れないかなっていうところですけどもまあこのね下髭の大きい状態でコマみたいなやつでもし確定したらそれはまあ上昇する可能性もあり得るというふうに解釈できますなぜならね下髭っていうのはかなり下から突き上げが来てええー、陰線であろうとも下落だけを示しているわけではないってことなんですよあとはこの形ですよねコマの形で上下の ヒゲが長い状態ってのはかなり迷った状態と言えます瞬間的には上に下に触れたんだけどもでも終わりねと始まりねってのはここからここまでというふうにものすごく限定的だったねってことなんですよねまあですんで上に行くか下に行くかかなり迷っているっていうロソガシってことが言えるわけですよはいじゃあじゃあデイ,デイリーの方ですねデイリーの方に行ってみましょうデイリーの方から読み取れるのは サイドサイドになりますけども、まあここですよね大雑把に言ってここで止まったってことなんですよ止まって上に跳ねたでしょドギャンと、うん、ここに気づけるかどうかこれをここと同じように跳ね返るんじゃないかっていう風に考えることができたかどうかってこともしここを突き破ったらここの抵抗帯で跳ね上がるんじゃないかなってことこの2つですよねでまさにですねひげをこの間で出してるわけですよ でですんでこの2つの力点に思いを持ってたことっていうのがこの「冷やし」のチャート図の一つのね今後の導きになるというところでございます。ですねでこれ私がずっと解説を立ててますけどもえとこちらのね点とこちらの点を結ぶんだよって言ってますけどもこういうことが自分の発想でできるようになっていけば FX っていうのは強くなれるってことですよね。 さあそして今度は4時間を見ていきます4時間なんですけどもこの「マチっていうのがありましたよね「マチレンジ」っていうのがそっから下落が急速に始まっていきましたで新規の売りも入ってきましたでセルで取ったわけなんですけどもセルで取った瞬間に今度はセルの玉がなくなってバイの方に向かうのは地名乗りということでございますねでそれがなんか調整されてきて今ここにいるよってことなんですよ ですんで上下の触れがだんだん落ち着いてきたかなってところなんですよねで落ち着いてきて動きが限定的になったのがこっからここの間で、まあ、ざっくりとね、えー、レンジが取れますよってことです、はい、で4時間ではレンジで取れるんですけども1時間ではどうでしょうかそうですね昨日はトレンドが発生したかなっていうところですそんなに強いトレンドではなかったんですけどもまあでもねこの辺りで 一つの伸びを見せたんですのここで,で,、ねまあ、で,で私は右肩上がりのトレンドを意識してその通りに価格をね1 3 3の70というところでエントリーができて、まあ、30ピップス前後取れたかなってことですでその取った瞬間取った瞬間ですね同じようなことをした人が多かったんですよねきっとねドカーンと今度はね買いの圧力がなくなって下がるわけですよ、まあ、それによって まあ一瞬はね、トレンドが出て、そのトレンドがもっともっと強ければあ、140円に向かって再度ね、値段を上げていくところだったんですけども、まあ小刻みに利益を狙う人がいたせいでね、私みたいに。<laughs> 結局下落が始まって、えー、トレンドじゃなくて、このレンジの方に近くなってきたかなってところです。ですんで、これから見なくちゃいけないのは、このレンジがね、あのー、さらに維持されていって、 価格を、この赤で書いてる134554と133110なのか、134554は間違いないんだけども、下の方がね、これ132の何がしかに、ね、どこでしょうね、815に変わってくるかどうかってことですよね。まあ、いずれにしても、今日金曜日ですけども、金曜日の値動きをしっかり見てですね、うん、それからあの、材料も入ってくると思います、今晩。ね、米国雇用統計でしょ、今日。 あの22時半から米国雇用統計ですよ、うん。材料がありますんでね。材料によって、この前もお話ししましたけども、ガクンと下がったのがバスッと戻るみたいなことがあるんで、まあ、それをね、当てにして <laughs>、ここを取ろうなんて思わないでくださいよ。材料は基本的にポジション外してくださいね。うん。まあ、材料があ,あった後、トレンドの方向に向かいますから、材料の後ってのは。 そのトレンドの方向がどういう風に向かっていくかってこと、それが8日からの動きになり、私たちの利益を図るものになりますので、今日金曜日はね、まあそこそこ、挑戦して、まあそれはいいと思います。レンジで弾けると思いますんでね。レンジオプションを弾いていってですね、もうトレンドは発生しにくいと思いますから。まさに材料が起きた時にトレンドが発生して、 急速に戻るかなんか乱れた動きを出して落ち着いた頃にはもう8日からの週になってますんで期待してその日を待っていきたいと思いますはいなんとものんびりとした口調でねお話ししましたけどもいろいろと大事なことが伝わったでしょうかあ6分ほどでしたけどもここまでの動きをね解説したこととそれから肝心なこれからどういう風に見ていけばいいのかってことをお話ししてみました以上ですまた追加します